はすごいですね。こっちが専用、まあ、専用機ですね。あのデジタルフォトディスプレイで、あのもうすでにフィルムが貼ってある状態。なるほど。じゃあ、改めまして、この iPad による裸眼立体視、世界初の iPad による裸眼立体視の、はい、ソリューションについてご説明をよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらで今ご覧いただいているのが、あのこれ普通の iPad なんですけど、普通の iPad のようにこれよく見ていただくと、ここに切り書きがあるんですけれども、あの特殊なフィルム 3D 裸眼立体仕様のフィルムを、まあ、貼っていただきますと。で、このプレックス 3D っていう、まあ、ミドルウェア 3D 化する、コンテンツを 3D 化するミドルウェアがあるんですけど、それで静止画なり動画なりゲームなりをこう作っていただくと、これ今静止画になってるんですけれども、裸眼立体視がまあできると。今これ西さなんですけれども、あのなかなかちょっとテレビでは分かりにくいと思うんですけども、実際に ご覧いただくと分かると思うんですけども、ちょっとかなり立体な感じですね。あ、そう言っていただけると。でこっちはちょっと触りたくなっちゃうよ。 ありがとうございます。一応、まあ、ムービーもあるんで、まあ、こんな感じで、まあ、これも、3D 化するミドルウェアをかませて、実際にムービーデータをレンダリングして、で iPad で、これは普通に iPad のメディアプレイヤーで再生してるだけなんで、あのアプリがあの特殊とかっていうわけではなくて、そのミドルウェアを使って生成したコンテンツをこのフィルムを通して見ると、立体視ができてしまう。で眼鏡もかけなくて気軽に立体視が見れますよって、そういうものですね。つまり、コンテンツは、はい、あの例えばもう撮影済みのデータだったり、はい、あの編集済みのアニメーションだったりを、はい、まあ、あのフレックス 3D というミドルウェアを通すことによって、はい、立体処理されると。そうですね、まあ、なんて言うんでしょうね、まあ、こちらにもあるんですけど、まあ、CG の場合だと CG ツールで、まあ、Maya だったり 3D Max だったりとかっていうものに、まあ、プラグインをかませていただいて、でそれをあのオーサリングツールで、まあ、合成って書いてあるんですけど、そのプレック3のプラグインをかませてレンダリングすることで、あの 3D 情報の入った最終的にムービーデータなりをこう生成しますよというか。でゲームとかそういうリアルタイムものに関しては、あのこれから CRI の方で 3D 系のミドルウェアを作っていって、ゲーム会社さんとかにご提供していくということを検討しています。はい、まだまだ参考出展の段階なんですけれども、なんでフィルムとかもまたどんどんインプルーブされてきますし、あのとりあえずは今日ゲームショーになんとか間に合ったんで。なるほど。はい、あの今回初展示ってことですか。そうですね、はい、あの当社とあのピクトロニクスさんという会社があるんですけども、その両社の共同、まあ、事業ということでやらせていただいてます。こっちは専用機なんですけれども、まあ、デジタルフォトディスプレイということで、もうすでにこれはフィルムがあの載ってる状態なんですけれども、まあ、こんな感じで、はい、なってます。でもやっぱり iPad にフィルム貼った方がより立体感というか、はい、飛び出てくる感はありますね。あ、そうですか、ありがとうございます。まあ、あの技術的にはもちろん iPhone でも、あのちょっと今日は展示してないですけど、 iPhone でも iPhone 用のフィルムを貼っていただくことで、あの 3D に対応したコンテンツを iTunes で販売するみたいなのもできますので、まあ、もちろんそれを実現するためには貼らないといけないんですけど。まあ、貼るのって、はい、例えば、はい、なんか専用のフィルムを貼らなきゃいけないわけですよね。はいはいはい、例えばあの普通の保護フィルムみたいに、はい、貼ったりと、はい、あの気泡なくというか貼らなきゃいけないのか、はい、それとも、はい、あの今マックブック用のやつみたいな、はいはいはい、一部あるやつで、はい、フレームにだけシールが貼ってあってピッて貼って、はいはい、いつでも剥がせるようなタイプがあるんですけど、はいはいはい、ああいうタイプでも実現できるんですか。あのどういう材質になるか最終的にはまだちょっとこれ研究段階のものなんで、あの正直分かんないんですけれども、ただあの常に貼っている状態っていうものでもない可能性があるので、割と取ったり貼ったりっていうのは気軽にできるようなものであるべきじゃないかなと個人的には思ってます。 3D ケースっていうのもありですよね。あ、そうですね、ケースでもうシャキンって入れたらもう、なんかね、それも考えたんですよ。この純正のホルダーあるじゃないですか、はい、でベロあるじゃないですか、はい、あの差し込む、あそこにこれを貼って あれをパタッてやるとなんか乗るみたいなところも、まあ、ありかなと思うんですけど、とにかく眼鏡をかけて見るっていうところはちょっとまたね大変なんで、裸眼で見れるっていうところで、まあ、どうしてもフィルムは貼るんですけれども、あの、まあ、3DS なんかもね、あのどんどん 3D ゲーム業界の 3D っていうのもまた増えていくと思いますので、まあ、一つは裸眼というちょっとキーワードで、
まあ、ちょっと大きい画面のテレビとかの裸眼がもう少し先なんじゃないかっていう、はい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 、ちょうどね iPad がサイズ的にもねサイズ的に一番大きいじゃないですか、はいね、あの PS、そうですね、3DS もまあ小さいし、はいはいはい、そういう意味ではね一番大きい 3D デバイスまあ、世界初、いやいや、まあこれまだねうちのローが回ってるだけなんでつまんないんですけど、もうちょっといい面白いクオリティのね、あ、面白いコンテンツがこう乗ってきたらさらにこう立体感出すこともできていくとは思いますので、まあ朝から結構まあ Twitter で告知したのもあってご反響いただいてて、たくさんあのこれが見たいと来ていただいているので非常にありがたいなと思ってます。まあぜひ、まあ、あの具体的なねプロジェクトでお手伝いして、そのアプリケーションだとかゲームソフトとかでなんかお見せできるものが一日でも早く出てくるようにしていきたいなとは思ってます。はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。